どうもこんにちは、羽島です。今回紹介させていただくのは羽島コンベア検診機 HN880C シリーズになります。羽島はコンベア検診機の製造販売をはじめ30年近くにもなり、今までにシングル検診機2万1000台以上、ツーヘッド検診機4500台以上の実績になり、ご紹介する HN880C シリーズは7世代目となります。そんな880シリーズの主な特徴は、業界最速スピード、検出1ランプ、検出高4パターン、スーパーファインモード、環境モード、ノイズキャンセルになります。羽島の検診機コンベアスピードは毎分40メーターになり、1日にこなせる検診枚数が多く、作業効率アップへとつながります。また検出1ランプがついており、横方向どのあたりで反応が出たか即座に分かり、おおよその位置が分かればその後の取り除き作業も楽になります。880シリーズは検出高120mm、140mm、160mm、180mm の4パターンがあり、さまざまな用途で活躍します。こちらの動画は中央に置かれているボタンが検診機に反応し検診できません。880シリーズにはスーパーファインモードが搭載されているため、このモードを使用しますとベルトスピードは遅くなりますが、付属品の反応だけを落とし通過させることができます。付属品の反応だけを落としていますので、テストカードはしっかり取ることができます。環境モードとは、設置場所による誤動作などを環境レベルで数値化し確認することができるため、レイアウト変更などをしたい際に役立ちます。こちらの動画はミシンの糸切り時に発生するソレノイドの反応が検診機の磁場に干渉しているところです。880シリーズのセンサーヘッドには羽島独自のノイズキャンセル機能が搭載されており、外部からのノイズと実際の検診反応を住み分け、ノイズによる反応だけをカットするため、これにより誤動作が格段に減ります。羽島では検診機に使用しているコンベアベルトも自社製造しており、検診機本体に悪影響とならない安全なベルトとなっております。ぜひメーカー純正品をお使いください。この他にオプション品として、2度検診をシングル検診機2台行う際の裏表の反転と90度向きを自動で変えられる HR5050 や、起動用フットスイッチ、RFID 読み取りリーダー、パトライト、カウントモニターなども揃えております。この機会に、羽島コンベア検診機 HN880C シリーズをぜひご検討ください。